どうも吉高です。今回はね、名鉄2000系ミュースカイと3100系新塗装が連結した臨時列車が走るっていうことでね、アグイの陸橋へやってきました。朝は結構晴れとったんすけど、昼前からだんだんと曇ってきましたね。それにしても寒いですね。手真っ赤っかやけど大丈夫か。先に来たのは6500系です。結構綺麗ですよね。はい、綺麗な鉄仮面、元気そうですね。そして本日の主役登場です。お願いします。結構曇ってた中、意外にも晴れました。一応光線状態は気にしてたんですけどね。あとミュージックホーンもいただきました。ありがとうございます。知多半田からの折り返しは阿久井駅発車を狙います。後ろからパノスが来ましたよ。お目当ての列車、折り返しは3100系が先頭できます。曇り空を入れると白飛びするから、できるだけ空は入れへんようにしました。後ろのミュースカイもまあまあわかるかな。というわけで今回はね、これで撮影終了。電車に乗って追っかけます。記念列車は太田川駅で27分も停車するんですね。というわけで高架化10周年の太田川駅へ到着。ここでいろいろ撮影しましょう。ほんでまあ発車の時間ですわ。というわけで今回はこれにて本当に撮影終了です。太田川駅初めて来ましたが、3階建て構造ですごいですね。この後阿久井へ戻るとき、間違えて常滑方面に乗っちまったんは内緒ですよ。あとついでにこれまでの動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。2022年3月デビュー予定の315系が木曽路を攻める。おかげさまで多くの方々にご覧いただいております。ありがとうございます。マンダーご覧になっとうへん方、ぜひご覧ください。